京都五社の四神殿殿前左は、右近の立花。右は、左近の桜。変額平安京内裏四神殿の後、京都市か行奥田中町。ただし、画像中央の説明版は四神殿の後から、南約25メートルの南帝中央部。忍那寺近道慶長期の旧四神殿。四神殿は、代理の聖殿。天皇元服や立大司令。譲る国の儀。 石絵などの儀式が行われ、後には即位礼の舞台となった。名伝や前伝、古くは紫神殿の友。電車の南には南帝が広がり、北には忍術殿が位置する。天皇の普段居住する電車である清涼殿に対し、四神殿は公的な意味合いが強かった。四神殿は本来天皇の私的な在所である代理の電車の一つであったが、 平安時代中期以降、大大理の正殿であった大極殿が水亡したことにより、即位の礼や大上祭などの重要行事も四神殿で行われるようになった。大理は鎌倉時代に火災にあって、以後、再建されることはなかったが、四神殿は臨時の皇居である里大理で再建され、現在の京都御所にも安政二年に古式に則っ,って再建されたものが伝わっている。 その構造は、正面急軒の母屋の四方に日差しを巡らせ、さらにその外側に、高欄の設置されたすのこを廃しており、母屋中央には工業座が置かれている。母屋と北日差しとの境は、現状障子と呼ばれるパネル状の押し障子で仕切られており、南日差し中央には十八段の木座橋がある。四神殿の南帝には東に桜、西に、 立花が植えられており、それぞれの近くに左この絵と右この絵が廃人したため、左近の桜、右近の立花と称される。左近の桜はもともとは梅だったといい、からかれ下のお景気に人形天皇の時に桜に植え替えられたという。左、この絵の人書は、儀王殿に続く、の記楼にあり、左近神座と呼ばれた。石関政治前世紀にはここで石関を座長とする。 蝶議が盛んに行われ、実質的な国政の中心となった。稀に高所伝東日差しにある武根神座でも行われ、年中行事絵巻に右この絵神座として描かれている。ありがとうございます。